午後6時50分です。観光船カズワンが海面に引き上げられようとしています。操舵室の部分が水から顔を出しました。姿を現したのはほぼ原型をとどめた船体。知床半島沖で観光船カズワンが沈没した事故で、栄光中に水深およそ182メートルの海底に沈んでいた船体が午後7時前に再び釣り上げられ、 作業船に固定されました船体にはブルーシートがかけられ船の上部を海面から出した状態で引き上げが行われる水深の浅い場所に到着しました午後10時半ごろ作業船の上に引き上げる作業が始まり明日にもあばし港に運ばれる見通しです